左コーナーはメガロドン。最も大きくて危険な海の生物だと考えられています。漁船を一噛みで破壊できる冷血なハンターです。小さな漁船じゃ不安ですね。でも他にも巨大な海の生物がいるんです。右コーナーはモササウルス。8000万年前、大西洋の広域に存在した古代の巨大爬虫類です。大きな魚や巨大ガメ、同類のモササウルス、それに鳥も食べました。モササウルスが史上最大のサメに勝てるか判断するために、いくつかのカテゴリーで比較してみましょう。まずは大きさから。メガロドンは300万年前に絶滅しましたが、現在でも最も大きく危険な海の捕食生物だと考えられています。メガロドンの本当の大きさは想像するしかありません。この古代のサメの遺体で残っているのは歯と脊椎骨だけだからです。私のおばあちゃんも入れ歯をそこら中に置き忘れていましたが。ですが計算やコンピューターモデリングによってメガロドンの体長は15メートルほどだと分かりました。ニューヨークの地下鉄1車両分ぐらいです。次は右コーナーを見ていきましょう。モササウルスの大きさも議論の余地がありますが、体長は平均して11メートルほどだと考えられています。スクールバスぐらいの大きさです。ですが2016年、過去最大のモササウルスが発見されました。その体長は18メートル。対して最も背の高い人間は2メートル40センチです。モササウルスの7分の1に過ぎません。最初の勝者はモササウルスです。1対0でモササウルスがリードしています。次のカテゴリーは体重です。左コーナーから見ていきましょう。メガロドンの種の中で最も大きな個体は27トンから59トンありました。これは軽食や飲み物など何も積んでいないボーイング737よりも重い重量です。モササウルスの方が体長は長いですが、体の形のせいで体重はそれほど重くはありません。大人のモササウルスは14トンあるものもいましたが、それでもメガロドンの半分ぐらいです。それに比べて大人のシロナガスクジラは最大100トンかそれ以上にもなります。ですがクジラはメガロドンやモササウルスのような最強の捕食生物ではありません。このカテゴリーではメガロドンの勝利。スコアは1対1となります。次のカテゴリーはスピードと機敏性です。メガロドンは地球で最も速く泳ぐ魚ではなく、時速18キロに達する程度でした。最も速い海の生物は時速109キロで泳ぐバショウカジキです。それでもメガロドンが最強の海の捕食生物である事実は変わりません。平均的な人間が泳ぐ速度は時速 3.2 キロです。ですがメガロドンの弱点は機敏性と操縦性です。メガロドンは50トントラックのようなものですので、素早く方向転換をすることができないのです。攻撃を仕掛けるときチャンスは一度しかありません。二度目に攻撃しようとするまでには獲物に逃げる隙を与えてしまうからです。モササウルスの泳ぐ正確なスピードは不明ですが、ウナギのような泳ぎ方をすると考えられています。尻尾で水を押し、小さな横ひれを使って前に進むのです。そのため操縦性がとても高くなります。そのおかげで理論上映画ジュラシックワールドのシーンみたいに水からジャンプすることができたと考えられます。ですがモササウルスの泳ぐ正確なスピードを知るためには、この古代の両生類の意外がもっと必要です。現在のところスピードと操縦性のカテゴリーではメガロドンの勝利です。史上最大のサメが2対1でリードしています。次のカテゴリーは武器です。メガロドンから見ていきましょう。巨大な歯がありますね。三角形で非常に尖っています。メガロドンの歯の長さは18センチに達し、史上最大であったと考えられています。250本もの歯が5列に並び、クジラや他の古代生物の厚い皮膚にも容易に突き刺さりました。それに顎だってすごいんです。なんと幅が2メートルもありました。
平均的な人間が立ったままで十分入る長さです。迫力のある自撮りが撮れそうですよね。筋肉が強いため吸い込む力もパワフルで、メガロドンの噛む力は世界で最強です。モササウルスの主な武器は顎です。40から50本の巨大な歯は円錐状で、どんな厚い皮膚にも容易に刺さります。顎そのものは蛇の顎に似ています。それを使いモササウルスは巨大な獲物も噛まずに飲み込むことができました。見つかったモササウルスの遺骸からは完全体で残った体長1メートルの魚が見つかりました。モササウルスの頭は 0.7 メートルを少し超えるぐらいです。そしてメガロドンをそのまま飲み込むのには、この顎だけでは十分ではありませんが、大部分をかじり取ることはできますし、尻尾を引きちぎることも可能でした。顎のおかげで武器のカテゴリーではモササウルスの勝利です。2対2で同点になりました。最後のカテゴリーは戦闘能力です。メガロドンの方が体が大きく鋭い歯を持っていますが、食物連鎖の頂点に君臨するのにはもう一つ理由があります。それは知性です。メガロドンの歯で傷を負ったクジラの遺骸は数多く発見されています。これらの発見のおかげで、この巨大ザメの狩猟戦術が分かりました。メガロドンは他の海の生物の弱点を見つけることができ、重要な臓器がどこにあるか知っていたのです。骨折させられたクジラの遺骸も見つかっています。メガロドンの50トンの体を打ちつけられたのです。コンクリートの壁だって壊せる体ですからね。クジラに勝ち目はありませんでした。戦略と戦術のおかげでメガロドンは自分よりも大きな獲物に勝つことができたのです。クジラが動けなくなるまで尻尾やヒレを攻撃しました。そして自らを守れなくなった獲物をいただきますというわけです。不意打ちの攻撃をするサメと違い、モササウルスはかなり攻撃的です。同じ種の動物の歯の跡がついたモササウルスの遺骸が多数発見されています。食べ物、縄張りのどちらを奪い合ったのかは不明ですが、残忍な戦い方をしたのは確かです。遺骸はたくさんの骨折をしていましたが、体をぶつけたわけではありません。頭を掴んで積極的に噛み奮闘し骨を折ったのです。この戦術は現在のワニも使います。またモササウルスは視力がとても良く、遠くからでも獲物を見つけて意表をつき攻撃することができました。戦いの前にボーナスラウンドです。観客の同情賞とでも言いましょうか。メガロドンはたくさんの映画やテレビシリーズ、漫画に出てきます。それで怖いイメージがありますよね。捕食動物として優秀だと考えられていますし、賭けをするとしたら私はこちらに賭けます。反対にモササウルスはポップカルチャーにあまり取り上げられませんが、モササウルスが一口でホオジロザメを食べるシーンには世界中が驚きましたよね。この恐竜もスターになる可能性を秘めていますよ。ですがこのことは勝負の結果を左右することはありません。おっと、ゴングが鳴りました。さあ戦いに勝つのはどちらでしょうか。両選手は北米沖で対面します。モササウルスが遠くにいるメガロドンに気づき最初の攻撃をしました。ですが歯の大きさが足らず、メガロドンに打撃を与えられません。今度はメガロドンがモササウルスを攻撃する番です。モササウルスはとても機敏で、メガロドンのゆっくりした一撃を容易にかわします。両者は離れました。戦略を変え、メガロドンが罠を仕掛けます。モササウルスは両生類ですが巨大です。水面上で息をして水の中では息を止めています。メガロドンは水中深く沈んでいき、モササウルスに罠を仕掛けました。深海では古代の両生類は落ち着かず判断を誤ってしまいます。メガロドンはヒレと尻尾を攻撃し敵の動く能力を奪います。モササウルスが尻尾を使えなくなると戦いは終わりです。やはりメガロドンが海の王様であることが証明され、食物連鎖の頂点に君臨しました。